お風呂入らなくてよかった。運命ですね。ミラーボールありがとうございます。見てください公園。みおちゃんも若いよ。だって年齢はね変えられないんで、ちょっとそれは厳しい。あわありがとうございます。今日ニュース見てみおちゃんが最年少じゃないことして、実は違うんですよ。あわいっぱいありがとうございます。ハートありがとうございます。私は上から2番目ですね。10期生だと寝ないの。だって今日はいっぱい寝るので夜更かししても OK。 来週の声当たった、わい待ってます。見た目が若いよ。ハートありがとうございます。ハートいっぱいありがとうございます。定点で見てたけどなおさんと楽しそうにしてた。やっぱ定点でしか映んないよねいいんだけどそれって。自分だけの思い出。マロッシュ初めて食べた、美味しいね。だってめっちゃ美味しくない？もう超ハマってて今も食べたいですマロッシュ。今日はでもみきちゃんお疲れってことでスタバに、一緒にスタバを行きました。お持ち帰り夜更かしちゃんしちゃいます。あさって公演入ります。楽しみにしてます。アナンティアンの生誕祭なので。 K2 に入りたくなりました。保留だって。あれ MC だったから保留って言ったけど入りたいですよもちろん定点派です。だってもう公演行きたいよね。何回も行きたいよね。星ありがとうございます。泡もありがとうございます。マロッシュっていう、あ待ってセブン入れにしか売ってないかも。私がだいたい紹介するやつセブン入れが多めなんですけど、マロッシュっていうマシュマロとグミの間みたいなやつ。スタバ何飲んだの？だってミオはあれしか食べてない、スコーン、いつものスコーンしか食べてないです。公演当たった。だって待ってます、待ってますよ。大好きピー、ありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です。あ生誕祭外れて泣いてる。だってやっぱ単押しが足りないのかもしれないですDMM でお祝いしましょう。みよなんか生誕祭好きで、だから楽しみ。私生誕祭好きなんですよ、みんなの楽しみ。8月もいっぱいいるじゃん、2人か、楽しみ。アナンちゃんも楽しみ。9月も2人いるのかな、楽しみ。グラムグラムありがとうございます。そうビジネス MC でしたよもちろん。あわありがとうございます。ワロッシュじゃない、マロッシュ。S でも E でも入りたいって言うんだよ。だって全然どこでも嬉しいですよね。ブラックリスト入りしてるのか全然こうやってあります。何したの？なんかした？マロンシュークリームじゃないです。メール来た後にセブンイレ行ったの優秀。ああ、それは優秀ですね。推しの鏡。ん？ファンの鏡。私の生誕祭まだ。前髪の長さ最高だって。いいですよね、ちょうどいいです。こう眉毛は見えたくないんだけどパッツンが好きなんですよね。最終ベルが鳴る子お疲れ様でした。お疲れ様でした。ご当地フラペチーノ飲んだことないです。フラペチーノ飲めない。ミクルンかミキちゃんの生誕祭当ててください。自分で当ててください。頑張って応援だけしてます。今日はたくさん喋ってたね。だってそうですね、前回が喋れなさすぎたので、すごい優しくて喋りやすい話題だったからかな。フランボワーズのマカロンアイスある。あれさ、それチェックしてるのにさ見に行ってもさ
売ってない。あ、天才がいる、目の調子良さそうだって。なんか私こっちの目がいつも不調なんですけど、やっぱりウィアー公演の時は思わないんですけど、やっぱアンダって先輩と出るじゃないですか。先輩にブスな顔見せられないと思って、昨日から目の調子を良くするために努力してました今日の朝もずっとなんか思っちゃうんですよね、先輩にそんなブスな顔向けられない。今大学生、年齢的には大学3年生ですかね。12人になれた、やっと今日でって感じかな。ずっとなれなくて、もう12人の多さに。けどやっぱ16が普通なんだもんな。かわいいギフトありがとうございます。あ、優しい、かわいいよだって。優しいですね、ありがとうございます。皆さん優しいですね最近ずっと目の調子悪くて、一番ショックだったのが、ウィーアーでミキちゃんのポジションをやらせてもらった時が一番ショックだった。もうあんな顔でセリフ言うなんてって思いながら生きてました、あの日。だから顔の調子悪いから、せめてパフォーマンスはよくしようってお疲れギフトありがとうございます。そうだね、ユニットもあるもんね、普通の公演だって。今日の公演の表情よきよきでした。あ、ありがとうございます。やっと今日は、いつもはアンダーに出させていただくときは、本当にいっぱいいっぱいで表情を気にしてられないんですけど、今日は表情を気にすることができましたありがとうございます。皆さんが可愛いよって言ってくれるから生きてます。多分言われなかったら私もう病んじゃってる。そう、ピッチャーかバッターか分からなかった時ですね。ウィーアー公演入るたびに少しずつ好きになっていくのですが、お寿司か、お寿司かねえ。かわいい、生きていきますね。すごいですよね、16人って。世間は4連休だし、みおちゃんの予定は、みおは4連休のうち2回公演があります。で、あと1日はあれですね、手形会とサイン会ですね。だるま、ありがとうございます。中学生みたいで可愛い、中学生です。みおちゃんはいつもめっちゃ可愛いです。ありがとうね、みんなありがとうね綺麗と可愛いはどっちが好き？そりゃ可愛いですよ。売れっ子やん、やって、ありがとうね売れっ子やん、ハートありがとうございます。キャパシティの衣装似合ってる。本当ですか、可愛いですよね、衣装。そう、その手形会も K2 さん3人の方、先輩方と一緒に出させていただきますね。あ、何時か見れない。あ、見れた、あと15分やりますやっちゃいます。お仕事があるのは嬉しいことですね。私は劇場公演が大好きなので、公演にいっぱい出れるのはとっても嬉しいです。うん、2430できて喜んでたよ。だってさっき画像だけ見て、自分の名前を検索して後ろで写ってたから保存しちゃった。みきちゃん一緒でよかったね。よかったです、心強かったです。同期が一人いるだけで私は心強いです
同期が大好きすぎて心配になります。これからが綺麗ってツイートしちゃった。いや嬉しいですよ、それはどっちも何でも嬉しい。可愛いも嬉しいし、綺麗も嬉しいし、パフォーマンスのことも嬉しいし、歌のことも言われたことないけど嬉しいですよ何でも嬉しいです、褒められると。そう、アンダーでね、やっぱり見に来れるファンの方少ないので、ね、興奮冷めやらなくて配信してる。何の興奮ですか、歌うまいよ、だって嘘つけ何か28の声を歌った方多いですね。休みますの歌良かったです。歌じゃないのよ、セリフなのよ。休みます、ダンスに惹かれましたも嬉しいし、あのショールームが好きも嬉しい、面白いも嬉しい、全部嬉しい。歌は味わい深いよ、だってちょっと厳しくない、味わい深いって。今日はねサイリウムなかった気がする。でも似たサイリウムがあって、緑と水色が頑張ったら緑と黄緑に見えるんですよ。だから全然あないなって思わなかったよく見たらないんだけど、みおちゃん褒められて育つて、そうみお褒められたらもっと頑張っちゃおうって思うので褒めてください。そう私のねファンの方もスクランブルが必要ですね。なんですよ、しかもスクランブルだけど一応3日前ぐらいだけど、でもあれですね、スクランブルなんだけど公式で発表とかしてないじゃん、ツイッターとかで。だから知らない方が多かったのかな。なおさんの話あんまりモバメでしないで、だってだからモバメでしてるんですよ、だからブログでしないじゃんやっぱりブログではしない、メールでしかしない。心の中で緑と黄緑のサイリウムありがとね。あトレード出してくれてたんだけど、全然楽しかったです、全然とっても楽しかったよ。緑2本でも大丈夫、あ多いですよ緑2本の方、やっぱ黄緑がないよみたいな多いので、出ると分かって申し込んだ、当たらなかった、見たことある人いなかったですね。女の人が多かったですかね。なんか研究生って感じしたあの連絡が来たのが本当に3日前で、まあ全然同じポジションだったので、たまたまあのやったことあるところだったので、なんか心の中にしまっときましまっといてください一応あの気を使ってのメールなの、あとファンの人に伝えたいシンデレラ西井さんのが一番好き、嬉しい、みよシンデレラ大好き、超嬉しい。あ、アワーありがとうございます。そうちょうどね変わったところが新井さんポジだったので、ミオタンしか勝たんって言ってたの嬉しい。ミーミキサイリウム売ってるけど緑黄緑だと思ったけど、それはちょっと厳しくないですか、さすがに厳しいですね。それはパンチランパンチラン、サイリウムはダメなんだよね、ペンライトって言わなきゃいけないんだよ、ペンライト。ダメ息、はやばい、やりたい青春がある
やりたいよ。休みます。水色と黄色で水黄色、めっちゃ好きなんですよね。水色と黄色で水黄色。高校3年生。あ、3年生じゃないやん。18歳のみーちゃんこと石塚みずきです。みーちゃん、あさっても公演なんて最高。青川まだ見れてないですね。喜劇星さんのやつまだ、なんかしてた、なんかしてたかな、見れなかった。水色と黄色で水黄色、今日現地最高列で見てました。ミキちゃんの方なのかな。紫は見ましたよ、2本ほど。今日もかわいい、イエーイ。あさって外れたけど劇場行きます。やっぱ雰囲気楽しむの大事だよね。しかもあれ見れるんじゃない、フラスタみたいな。今日のパフォーマンスは目を引かれたよ、ありがとう。ありがとう。たまたま紫が見えただけですよ、普通に。あ、紫いると思って。あ、いた、立ち見で紫一本振ってました。見ました、今日立ち見で2人見ました。紫楽しみ。生誕祭好き、生誕祭好き。サインの書き方覚えてる？覚えてますよ。サインはね、メッセージカードに全部書いてるので、あの、私メッセージカードめっちゃ多いんですよ、書いてる回数。研究生公演でもいっぱい書いたし、アンダーの時に2回も書いてて、いっぱい書いてます。みきちゃんライバルだからじゃあ、だって違うよ。友達だよ。そう、スピーチも好きなんですよね。てん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 。で、最後の感想はあまり得意じゃないですよね。あの、うまくまとめるのがちょっと得意じゃない。みーし、でリハの時に練習してくださいました。日高さんとあやさんが、うん、あ、エコパもあったわ、メッセージカード。てかエコパの時はすごかったね、もう夜まで帰った、楽しかった。好きなの、メッセージカード書く時間かかっちゃうけど。アーカイブ見てから寝るね、だって。ありがとね。みゆみきは同じチームになってるし、え、これ初期から言ってるんだけど、同じチームじゃないと生きていけないわ。現地でサイン会も楽しそう。たまに3飛ばします。かわいい、だってありがとう。いや、かわいいって言ってくれるの嬉しい。あ、メッセージカードゲットして。なんかさ、あんまり見ないんだよね、公演のメッセージカード。あの、当たったよみたいな、当たったっていうのかわかんないけど、ミオだったよみたいな人あんま見ない。
K2 に入りそうだって。そう、なんか出たことないからだと思う、他のチームの公演に。今日テンション高めだね。変わんないよ。いつも通りだよ。可愛いしか返信してないけど大丈夫だって。嬉しみーんです。あ、ちょっとコメント気になるのに星だな。30丸風はちょっと心配だ。え、この前の声の時はみきちゃんいなかったんで、みゆが30丸って言ったらイエーイってなりました。サンシャイン栄の彼女ホラー彼女になるんだって。ハートありがとうございます。メッセージカードちゃんと飾ってるよ、ありがとう。大事にしてくださったら嬉しみです。ダンスメドレーが怖いですね。私は楽しそうだけど、とても楽しそう。あと3分しかない。今日の公演の感想ツイートしたので見てね。だって見るよ。 K2 の MC さん、ん MC K2 さんの MC 面白くてよく見てます。あの、何かしながらやるときとかに MC をよく見てます。面白いって思って。ハートいっぱいありがとうございます。ショータイム。おやすみ。もう夏休みに入ったの？いや、一生夏休みだわ。誰の MC を参考にしてます？参考にはしてない。なんか面白いなって、すごいなって思いながら見てます。明日も配信やる、できたらやります。曖昧。朝やるときはメールで送りますね。で、メールで来てなかったら、あ、やんないんだなって思ってください。やりそう、わかんない。でも何が起こるかわかんないからね。この前もできなかったけど。おやすみ。朝はやんない、夜、夕方か夜。いつ切れるんだろう。朝5時はちょっとやんないわ、やんないわ。いつ切れるんでしょうか。バイバーイ。おやすみ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 。ゆっくり休んでね、みんなも。あ、一応休日だけど、世間的には。今は木曜日。明日は金曜日。明後日は土曜日。いい夢見ろよ。おやすみ。お風呂入るんだよ、みんな。お風呂入るんだよ、絶対だよ。オリンピック頑張って。バイバイ。